おはようございます小雨ですでということでね今回もやっていきますけどもそういえば一つ、まあ、説明してないなっていうことがあったのをふと思い出しましてまあそんな大した話ではなくって今使ってる名前ですねそうおとみやこさめで今 YouTube のチャンネル登録してますしまあ他のねいろんなサービスありますけども基本的に最近は、まあ、おとみやこさめということで普通のなんか人の名前 ですよね名字足す名前っていう感じでやってるんですよね。でまあ小雨に関しては、まあ、何回か、まあ、配信とかでもね由来は言ったような気がするんですけども改めてもう一回触れておくと、まあ、昔「あのハレルヤ・オーバードライブ」っていう月産で連載されてた漫画があったんですよ。当時僕それ読んでてでそ何かのタイミングでハンドルネームを決めなきゃいけないってなった時にまあ思いつかないわけですよ。思いつかなかなったんだけど たまたま,そのまあ漫画読んでて「小雨ってすごい響きとか名前とかいいなっていうのがあって、まあ、まずそれを拝借したんですよね。まあ、それが年ぐらいのお話でそこからまあ数年経って2020年ぐらいになってからですかね、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども基本的に僕がいるまあ界隈の中では、まあ、僕以外に小雨さんっていう名前の人はいないんですけども。 まあ、ツイッターとかでね、でも YouTube とかでもそうなんですけども、そう世の中って僕以外の小雨さんって本当にいっぱいいるんですよね。だからエゴサーチがね、全くもってできないと。まあ、そうなるとね、まあ、今のところ不便さはないんですけど、まあ、後々困るだろうなっていうのがあって、まあ、だったらね、今の VTuber さんみたいな感じで、本当に人の名字足す人の名前みたいな感じで設定した方がいいのかなっていうのがあったので、 まあいろいろ考えた結果、そう今の乙宮をつけて、まあ乙宮小雨としてやってます。まあでも普段あんまり乙宮の部分意識することはないですけどね。まあちなみにこの乙宮の由来なんですけど、まあもともと、まあみっていうか感じというか、ひらがなですよね。ひらがなが好きなんですよ。あの,マミムメモの、まみむめものみ。 音の響きとか形とかがすごい好きっていうのがあって、まあ、そこから派生して「ミヤ」とねつけたいなっていうのがあってでそこからまたさらにいろいろ考えて、まあ、音ミヤにしたんですよねで音はもう本当に音楽の音ですよね音楽ゲームの音音楽の音、うん、から音ミヤでいいかなっていうのがあったので、まあ、それでしっくりきたので今でのの「音ミヤ小雨」という感じになってます。 でそう、音から引っ張ってきて、その宮は一旦置いといて、一回ね、音坂でもいいかなっていうのはあったんですよ。これも響きいいなって思ったんで、まあこれでもよかったんですけど、ただね、一つ引っかかったのが、その昔ね、あの横浜 DNA ベイスターズっていう僕の応援してる野球のチームがあるんですけど、そこに、音坂友っていうね、まんま音が被ってるね、選手がいたので、ちょっとややこしいなと思ってやめました。っていう今回は由来のお話でした。それではまた、小雨でした。